ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり霊夢です。戦国武将本田忠勝といえば、徳川家康に仕えた徳川四天王の一人だよね。瞑想トンボ切りの使い手、本田忠勝には、自慢の娘がいたことは知っているか？え、あの最強武士に娘さんがいたの？まさか娘さんも最強姫だったりして？そのまさかだぜ。彩色兼備の小松姫だぜ。へぇ、女傑小松姫気になるね。小松姫の名前が、広く戦国の世に知れ渡ったのは、真田信之に嫁いでからになるぜ。え？義理のお父さんはあの、豊臣秀吉から表裏卑怯の者と呼ばれた真田昌幸で、義理の弟は真田重雄氏でおなじみの真田幸村？それはすごいところに嫁いだんだね。身内同士でも敵味方に分かれて戦う戦国乱世の中で、小松姫は一体どのような活躍をしたか。今回は小松姫の信念を貫いた生涯について紹介していくぜ。それではゆっくりしていってね。戦国一の猛将、本田忠勝の娘として誕生。小松姫は、1573年に本田忠勝と側室で、松下弥一の娘、乙女の方との間に生まれた。1573年といえば、三方ヶ原の戦いの翌年になるぜ。三方ヶ原の戦いって織田、徳川連合軍が武田に惨敗した？本田忠勝の主君である徳川家康は、当時戦国大名の一人に過ぎず、織田信長と同盟を結んで必死に周辺の大国と戦っている最中のことだったぜ。頑張ってるボスを支えていた時代に、忠勝は可愛い愛娘の小松姫を授かったんだね。小松姫を語る上で、まず掘り下げなければならないのは、父親である本田忠勝と、実家の本田氏についてだぜ。本田忠勝は代々三河武士で松平家に仕えていたんじゃなかったっけ？そうだぜ。本田氏は、三河国の豪族である松平氏に不代家臣として代々仕えてきた。本田忠勝の祖父である本田忠豊は、織田氏との戦いで神狩りを務めて討ち死にしており、本田忠勝の父親である本田忠隆もやはり織田氏との戦いで討ち死に。え、そうだったの？じゃあ、三方ヶ原で連合軍として織田軍と共に戦うのは本当は嫌だったのかもね。2歳になる本田忠勝を引き取った、掛城城主で叔父の本田忠真も、武田氏との激戦となった三方ヶ原の戦いで神狩りを務めて討ち死にしているぜ。みんな命を懸けて主君を守り、勇敢な死に方をしているんだね。忠勝はそんな身内を見ながら育ったんだね。本田氏は、主君である松平氏のために神名誉として、仕えた部門の代表的存在だったんだな。その厚意は、当然ながら本田忠勝の娘である小松姫にも受け継がれることになるぜ。本田氏一門は戦場で散った人たちが多いようだけど、小松姫の父親である本田忠勝は徳川四天王とも呼ばれるほど強かったよね。生涯で57回もの合戦に参加するものの、一度として傷を負うことがなかったと言われているな。すごい。まさに奇跡？14歳で敵兵の首を取る活躍を見せて叔父の本田忠真を驚かせ、朝倉氏との姉川の戦いでは1万の敵相手に短期賭けを行い味方の勝利に貢献したぜ。強いだけでなく頭も良かったんだろうね。武田信玄に敗北を喫した三方ヶ原の戦いでは、神狩りを務めて味方の退却を手助けしているぜ。さすが、神狩りは味方を逃がす目的があるから支援や援軍を受けることなく、敵の追撃を食い止めなければならない最も危険な任務なんだよね。この時の活躍ぶりは、徳川家康から八幡の神に見えたと絶賛され、初期の武田勢からも徳川家康に過ぎたるものが二つあり、塔の頭に本田平八との高い評価を受けたんだぜ。塔の頭？塔の頭は、塔からも垂らされた、役の毛を兜に配した飾りのことで、滅多に手に入らない貴重な輸入品であったことから、それと並び評されたんだぜ。主君に名前を挙げて褒められるだなんて名誉だっただろうね。抜きんでた武功を挙げながらも、本田忠勝は一度も傷つけられなかった。まさに伝説的な武将であり、戦国時代最強との呼び声が高いのはそういった理由があるからだぜ。官製徴収書閣によると、武功優れて王子といえども、未だかつて傷をかぶることなしと記されているぜ。書物にも書かれているくらい怪我をしなかったんだね。それがなんと生涯唯一の傷を作ったことがあった。え、武道の稽古中とか？なんと、自分の所持品に小刀で名前を彫る際、手を滑らせて指を切ってしまったそうだ。なんだ。そんなの、最強武将ならかすり傷にもならないでしょ。その時本田忠勝も傷を負ったら終わりだな。とつぶやいたそうだぜ。はは、大げさな。それが、本当にこの数日後亡くなったそうなんだ。去年63歳だったぜ。なんてあっけない最後。父、本田忠勝の気質を受け継いだ小松姫は、理髪で剣術好きの姫として成長するぜ。パパも喜んだだろうね。千葉県の大滝町には、小松姫のこんな武勇伝が民話として残されているぜ。
本田氏は三河国の出身だが、1590年に天下統一を成し遂げた豊臣秀吉から、徳川家康に北条氏の丘陵があてがわれ、その一つとして本田忠勝は大滝城、10万石の城主になるぜ。関東にやってきたんだね。この城の庭からいつも聞こえていたのが、娘の小松姫の「えい、やー」という剣術を練習する声だったとか。練習熱心な姫だね。そしてある日のこと、城下に出かけた小松姫は、大きなイノシシが村人を襲おうとしている場面に遭遇する。そこには竹籠に入った赤ん坊の姿も。小松姫は、赤ん坊を抱きかかえて母親に渡した後、腰の刀剣を振り上げて一人イノシシに向かっていき、ひとたち浴びせ、撃退。わお、機転も利くし、勇敢だね。この時、イノシシを追い込んだ竹やぶの中の小松姫に日の光が当たり、その姿がキラキラと輝いて見えたことから、城下の民衆が小松姫のことを輝く姫様と呼ぶようになったと伝わるぜ。竹やぶで輝く姫様。この呼び名が人から人へと語られるうちに、いつからかかぐや姫へと変わった。ちなみに大滝町ではタケノコを使った炊き込みご飯のことをかぐやご飯と呼ぶそうだぜ。当時の人って名前のセンスがおしゃれ。真田氏と徳川氏の確執。一方、そんな小松姫を正室に迎えることになる真田氏とは、どのような勢力だったのだろうか。真田氏って、そもそも徳川家康の家臣ではなかったというか、むしろ敵対関係にあったよね。真田氏当主である真田昌幸は、本来は武田氏に仕えていた武将だぜ。徳川を守る忠勝がなぜそんな武田方の真田家を愛娘のお婿さんに選んだんだろう。1582年に織田信長、徳川家康によって武田氏が滅ぼされると、昌幸は織田信長に降伏する。その3ヶ月後に本能寺の変が起きて、織田勢が北条氏によって駆逐されると、北条氏に従って神津家の国の沼田城を奪還したぜ。真田昌幸といえば策略家だからね。抜け目がないよね。虎視眈々と機会を狙って、ここぞという時を逃さない。ここから昌幸は、次々に頼る勢力を変えていくことになるぜ。理由は、沼田城をめぐる攻防だ。北条氏と徳川氏が甲斐の国に侵攻し対立すると、昌幸は北条氏を裏切り、徳川側に寝返るぜ。沼田城を守るためなら主君をも裏切る。しかし、ここに上杉氏が介入したことによって、北条氏と徳川氏は和睦。和睦の条件として、沼田城を北条方に引き渡す約束を家康はしてしまったんだぜ。正幸なら怒っただろうね。なので正幸はこれに抵抗し、今度は家康を裏切って上杉氏を頼った。こうして1585年、真田氏の領土に徳川勢が侵攻し、ついに武力衝突を起こすことになるんだぜ。ここまで見てると主君一筋の本田忠勝とは正反対だね。正幸は、1583年から、信濃の国の拠点となる上田城の築城を始めていた。真田氏の離反を聞いた徳川家康は、1585年8月には約1万の軍勢を上田城攻めに送り出すぜ。兵を率いていたのは、重臣である鳥居元忠、大久保忠世、平岩親吉だ。重臣としても有名だよね。約1万の軍勢に対し、真田勢はわずか2000ほどだったと伝わっているぜ。これを正幸が守る上田城、真田信幸が守る砥石城、いとこの矢沢頼康の矢沢城に分けていたぜ。明らかに真田方が劣勢なのだが、上田城の二の丸まで敵を引きつけてから反撃を開始し、後退する徳川勢を追撃して撃退に成功したんだぜ。軍略手腕はお手の物。真田信幸書状によると、徳川勢はこの敗北で1300人の戦死者を出したと記されているぜ。これこそ、徳川家康が真田昌幸によって苦杯を喫した第一次上田合戦だぜ。家康にとって、真田氏は一刻も早く潰してしまいたい存在だったわけだぜ。当然本田忠勝だって憎かっただろうね。敵対関係にあった真田氏と徳川氏を結びつけた二人の人物がいるぜ。一人は織田信長の後継者として勢力を拡大していた豊臣秀吉で、再度、真田攻めを行った徳川家康に対しては僕を促し、真田昌幸に対しては家康の寄り気になるよう命令した。真田氏は、徳川氏の指示を仰ぐ形になったぜ。仲直り系も得意だね。家康は、昌幸をかなり警戒していたとのことで、希代の横着者と呼んでいたぜ。横着者って怠け者とかの意味じゃないの？怠けているとは思えないけど、横着者とは一筋縄ではいかない要注意人物という意味だぜ。豊臣秀吉の調停があったとはいえ、家康は正幸を制することができるとは考えていなかったというぜ。正幸も家康には気を許していない。条約がうまい者同士、ちょっと似てるよね。だからこそお互い油断ならないと思うんだろうね。諸説あるが、そこで本田忠勝が、娘の小松姫を真田正幸の嫡子である真田信幸に嫁がせることを、家康に提案したと伝えられているぜ。やっとここで小松姫登場。本田氏が間に入って、徳川氏と真田氏の結びつきを強めようと考えたんだな。
そうか。実はここでも主君のためを考えたということか。なんて忠心ぶり。ただ、忠勝も愛娘を人質に差し出すだけではないぜ。上田合戦での真田勢の戦いぶりに、本田忠勝が感銘を受けたことも動機になっているそうだ。そうだったんだね。主君のためにもなり、小松姫にもふさわしい相手と見たんだね。徳川家康の養女として真田家に嫁入り。正幸は当初本田忠勝の娘を息子に嫁がせることに反対だったらしい。なんで？勝ち気なお嬢さんは苦手？家康の家臣の娘という身分が気に入らなかったようだぜ。なんて失礼な。そこで家康が一旦養女にして、家康の娘として嫁がせることになったぜ。何そのシステム？昔はよくあったシステムだぜ。面倒くさいね。小松姫が、真田正幸の嫡男真田信幸の正室となったのは諸説あるが、前後の事情から1590年の秋のことだろうと言われているぜ。真田信幸25歳、小松姫18歳の時だな。あら、お年頃もバッチリって感じだね。小松姫の婿選びには、面白い伝説があるので紹介しよう。伝説？家康が、養女である小松姫の婿候補を集めて好きなのを選ぶが良いと勧めたところ、小松姫は男性の髷を次々と掴んで顔を覗き込んだそうだ。なぜに？髷を掴むと一体何がわかるの？家康の面前ということと、本田忠勝の娘ということで、誰もが口をつぐんでいた。面白すぎる光景。しかし、真田信幸だけはその無礼を許さず、小松姫の手を扇で払いのけたんだぜ。え？まさかそこでフォーリンラブ？小松姫は M なの？いやいや、どうやら信幸のこの武士らしい対応を気に入ったそうだ。そして、信幸の妻になることを決めたなんて話があるぜ。あ、そっち。これはドラマや映画でもよく書かれるシーンだが、実は作り話だぜ。小松姫の勝ち気な性格と信幸の意志の強さを物語っているぜ。さらに、旧敵同士という大きな垣根を、小松姫の愛情があったからこそ、乗り越えられたのだということを示唆する話でもあるんだぜ。なんだ、曲げを握る小松姫。面白かったのに。実際は、政略結婚によって結ばれた小松姫と信幸だったが、伝説が生まれるほど相性の良い夫婦だったようだぜ。婚礼の日に並んだ二人は、周囲が羨むほどお似合いだったということだぜ。勝ち気なお姫様をしっかり受け止められる素敵な旦那さんだね。小松姫のパパも喜んだだろうね。真田信幸には、聖院院伝という正室がいたぜ。あらら、正室がいたの？そしたら小松姫は側室？それが、徳川家康の養女である小松姫が嫁いだことによって、正室が側室に格下げされてしまうぜ。な、何そのシステム？ちょっと元正室、怒りなさいよ。しかし、これは当時の家康の権力を考えると致し方ないことだろう。聖院院との間に生まれた長子である真田信義は、家督を継ぐことができず、後に分家として沼田藩士となったぜ。なんかかわいそうだけど女性の世界にも下克上があったんだね。信幸の父、正幸は、そもそも家康が嫌いだったため小松姫のこともよく思っていなかったぜ。家康と小松姫は血は繋がっていないのに？しかもあなたのせいで小松姫は養女になったのに？しかし二人の結婚後には信幸の嫁にはもったいないというほど小松姫を気に入ったそうだ。ふっ、そうでしょ？うちのお姫さんほんと頼りになる、いいお嫁さんでしょ。いつから本田家の人間になった？また、小松姫は自ら倹約に努め、夫やその家族を支えた献身的な女性として知られているぜ。いや、ほんとに良いお姫様に育ったね。こうして小松姫と信幸の結婚によって、徳川氏と真田氏は強い絆で結ばれることになったぜ。でもさ、この後家康を敵に回す有名な戦いがあるよね。小松姫どうなっちゃうの？真田氏の分裂。月日は流れ、天下人であった豊臣秀吉が病気により死去したぜ。秀吉亡き後、勢力は二つに割れるな。石田三成を主軸にした豊臣派と、徳川家康の勢力だよね。これがいわゆる西軍と東軍となり、1600年の天下分け目の決戦関ヶ原の戦いへと突入するぜ。そしてこの時、真田家も分裂するよね。真田正幸と次男真田信繁が西軍に、小松姫の夫、真田信幸は東軍へと突き、たもとを分かつんだな。次男の信繁はその後、真田幸村として有名になった人物だな。でもさ、小松姫をもらったことで真田は徳川家の与力大名という立場になったんじゃなかったの？次男の信繁の妻が、西軍の武将大谷義継の娘で、正幸自身の妻が石田三成の妻と姉妹だったことが考えられるな。あるいは忠誠を誓った豊臣秀吉の意地、豊臣秀頼を守りたかったともされるぜ。とかなんとか言ってどうせ、正幸がどうしても家康のために働きたくないとかダダをこねたんじゃないの？それが一番ありえそうな話だな。一方で、犬伏の別れも有名だな。
下野国の犬伏で親子3人の貢ぎが行われ、信行、信重兄弟の間で刀を手にかけるほどの激論の後、どちらに転んでも真田家が存続するよう決別を決めた、という説だぜ。でも、小松姫にとっては養父の家康や実家の本田家と戦わずに済んでよかったかもね。この犬伏の別れの後、小松姫と義父正幸との間であったやりとりが、小松姫の武勇と思いやりを物語るエピソードとして、今に伝わっているぜ。小松姫にとっては義父正幸は敵になったからね。正幸と次男の武重は、西軍に協力するため、下野の犬伏から信濃の居城上田城へ急いで引き返す途中、小松姫が留守を預かる沼田城へ立ち寄るぜ。なんで立ち寄るの？これは、真田正幸が一目、孫の顔が見たいと願ったからだったぜ。あら、いいおじいちゃんだったんだね。この時城主である信行は家康の元にいるため留守だ。留守を任されたのは正室である小松姫だったぜ。表向きは孫の顔が見たいという思いだったが、実はこの時、正幸はどさくさに紛れてたもとを分かった息子の後ろを乗っ取ってしまおうと画策していたんだぜ。おいとんでもないじじいだな。普通であれば、義父の到着を喜んで出迎えるところだが、そこは小松姫、筋目がしっかりとしているぜ。自ら武装して出迎え、たとえ身内であっても敵となったからには入城は許さないと義父、正幸に伝えたぜ。おお、かっこいいね。正幸は、小松姫のこの対応を気に入り、さすがは本田忠勝の娘、武士の妻女たる者はあでなければいかん。と、怒るどころか感心して入城を諦めたそうだぜ。自分の卑劣な魂胆を置いて何を抜かしているんだ。そして、小学寺に宿泊することになった。小松姫は、翌日になって強者を引き連れて寺を訪れ、と孫の対面を実現させるぜ。あ、本当に良いお姫様だね。惚れそう。豊臣秀吉や徳川家康すら警戒する真田正幸から、小松姫は見事に沼田城を守り抜いたぜ。関ヶ原の戦いは家康方の勝利に終わり、信行は沼田領のほか、領土も加増され、9万5千石の上田藩、初代藩主となるんだぜ。その活躍の陰には、小松姫の適切な判断と勇敢な行動があったんだね。真田氏の分裂。敗北した石田三成方に味方した正幸と信重は、処罰されることになる。徳川家康にとっては旧敵であり、関ヶ原の戦いでも上田城に籠城して徳川秀忠勢を食い止め妨害しているぜ。家康も許せないだろうね。斬首という決断をしてもおかしくはないのだが、信行が必死になって家康に除名を嘆願し、さらに小松姫の願いを聞き入れた本田忠勝も徳川家康に働きかけた成果もあって、処刑されず、紀伊国、九度山への流罪となった。いろんな人たちが助力してくれたんだね。持つべきは親族。信行は、父正幸と決別する覚悟を家康に示すために、名前を真田信行から真田信行に改めたぜ。え？何が変わったの？同じに聞こえたけど、信行から信行だぜ。父正幸から受け継いだ幸の一文字を捨てたんだぜ。あ、そこ、家康は、その心意気に応えたとも考えられるな。漢字をいじるくらいで助けてもらえるならいくらでもいじればいいのに。信家とか、もしかしたらもっといいところに流罪されていたかも。あまりおちょくるな。至って信行は真面目だぜ。名前を変えても父親への信頼を失ったわけではなく、これは小松姫も同様だったぜ。小松姫、上田城の一件はあったけど正幸にまで優しい。流罪の身の上で貧しい暮らしを余儀なくされた正幸と信重節だったが、上田藩は質素倹約に努め、信行と小松姫は義父の元へ仕送りをしている。真田氏は、表面上では分裂したのだが、心ではしっかりと繋がっていたということだぜ。それに理解を示した小松姫も、また立派な真田氏の一員になったんだね。素晴らしい。才色兼備であり、さらに愛情が深かった小松姫は、戦国時代を代表する武士の妻女だったんだぜ。関ヶ原の戦いを、真田信行と小松姫は、恩賞で与えられた信州上田に屋敷を構えているぜ。上田は交通の要衝で、多くの大名行列が通るぜ。良い場所だったんだね。小松姫は家臣に命じて通行を妨げ、将軍へ送る献上品を横取りしたという逸話も伝えられているぜ。横取り？返還を懇願する大名に対し将軍に送るなら、徳川家康の養女である私がもらっても良いだろう。と言い放ち、将軍に献上する品々を没収したというぜ。あれ？どうしてこうなった？そしてこの手が将軍家の献上品をいただいたと書いた手形を大名に渡して、徳川秀忠に届けさせたぜ。意外とぶっ飛んできたね。将軍家の養女であるため成敗ができず、将軍家へ訴えるぜ。それを受けて将軍家からお咎めがあった際には、親の者はこの者と受け流したと伝えられているぜ。この逸話について、小松姫が武芸だけではなく、ユーモアを理解する基地に富んだ女性だと評価する声があるようだぜ。ユーモア、か。このユーモアが理解できなかった当時の人たちは苦労したかもね。
九度山に配慮された真田信繁は、たびたび九度山から脱走していたぜ。それを知った徳川家康は、真田信行に信繁を味方に引き入れるようにと命じている。その任を果たすため信行は、京都で信繁と密会したぜ。信繁との密会の手引きをしたのは、小野お通という女性だったそうだ。お通さんってどんな人なの？小野お通の素性は諸説あるぜ。美濃の戦国大名である斎藤道三の家臣小野正秀の娘だったという説や、母親と共に京都で公家の九条種道にかくまわれていたなどなど、いずれにしても、小野お通は才色兼備な女性とされており、信行は次第に小野お通に思いを寄せるようになっていったぜ。あらあら、その頃、徳川家が管理していた上田城が信行の元に返されたため、真田家のもう一つの居城沼田城に小松姫を残し、信行だけが上田へ戻った。小松姫は、まだ若い長男の真田信義を支え、沼田領を治めることに尽力していたが、その一方で上田の信行と京都にいる小野お通との間では、何度も書簡や贈り物のやり取りがあったようだぜ。日遊びはほどほどに。小松姫は1619年頃から、風邪をこじらせたことが元で体調が悪くなり、床に伏しがちになった。1620年、当時住んでいた江戸から草津へ湯治に向かう途中、武蔵国公の巣で危篤状態に陥ったぜ。小松姫もついに最後、信行はその知らせを受けて騎馬で駆けつけると、なんとか臨終に間に合ったそうだぜ。小松姫よかったね。旦那さんが駆けつけてくれたよ。小松姫は信行にまだ雪も溶けぬのに、ありがとうございましたと礼を言い、息を引き取る直前に一言囁いた。何と言ったの？もう今日の女をお呼びになっても構いませぬといたずらっぽく囁いたそうだ。じゃあ、小松姫は利発な女性だっただけに、夫信行と小野お通の連城をお見通しだったんだぜ。信行は心臓に悪かっただろうね。48歳で亡くなった小松姫。信行は妻の死を深く悲しみ、我が家の灯火が消えたりと嘆いたと言われているぜ。そして、小松姫のささやきにもかかわらず、信行と小野お通の恋は、その後も実を結ぶことはなかったようだぜ。なんか、あの世からも監視されている気がするしね。やめてよかったよ、信行さん。なお、小松姫の墓は徳川家康の勧めで消えした正願寺のほか、神津家の国、沼田にある昇格寺、信濃国上田宝泉寺の3カ所に分骨されているぜ。このうち、信濃国上田の墓は一周忌の際に信行が混入したものだぜ。信行はさらに、小松姫の菩提を弔うため上田城下に大英寺を混入した後、自身の松代藩への違法に伴って、1624年に松代城の城下に大英寺を移築しているぜ。やっぱり愛していたんだね。よかったね、小松姫。真田家のその後。真田昌幸は1611年、高野山において65歳の生涯を閉じたぜ。真田信繁は豊臣方が最後の意地を見せた。1614年と1615年の大阪の陣に豊臣方として参戦し奮戦するが、1615年の夏の陣にて討ち死にする。信繁こと真田幸村の重有氏の話は感動するよね。一方、小松姫の夫信行は、真田家の領地をそのまま継ぐことを許され、23年間上田城を居城とした後、1622年に松代に転封。1658年に93歳で没。真田信行を初代藩主に始まった真田家による松代藩の治世は、廃藩廃城となる明治維新まで、10代250年続いたぜ。こうした真田家の存続には小松姫はある意味、鍵を握る存在であったと言えるね。今回の動画は以上だぜ。いかがでしたか？どうしても真田信行というと、NHK の大河ドラマ真田丸のイメージになってしまうのは私だけではないよね。大泉洋さん演じる真田信行と、吉田洋さん演じる小松姫の夫婦だな。よくわかるぜ。ぎこちないんだけど、なんだか微笑ましいカップルで好感持てたよね。戦国最強の武士本田忠勝の娘にして、最強の策略家である岐阜正幸にも認められた小松姫はまさに武士の理想の妻だと言えるな。この動画が面白いと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。